ハレルヤ、こんばんは。ハレルヤ、ハレルヤ、アメン、アメン、こんばんは。お元気でしょうか。皆さん、毎晩来てくださいます。毎朝来てくださいます。皆さんは植え替えています。皆さんは神様に植え替えています。霊的なものに植え替えています。義に植え替えています。皆さんは本当に正解です。大正解です。皆さんは本当に必要なもの。モリスさん、ハレルヤ。コタロさん、ハレルヤ、アメン。コタロさん来てくださいました。ありがとうございます。皆さんは植え替えています。皆さんは本当に、義に植え替えています。神様に植え替えています。皆さんは以前は、アイサマさん、こんばんは。メラニーさん、こんばんは。皆さんは以前は肉を求めていたかもしれません。欲望を求めていたかもしれません。しかし、その虚しさに気づいてきて、皆さんが求めるものは何かということが分かってきました。小太郎さん、ありがとうございます。皆さんは本当に、大事なことが見えてきたんです。皆さんは以前は、闇の中を生きていましたが、今はイエス様の御言葉という光、イエス様の御言葉という光、その光に照らされて人生が見えてきました。人生が見えてきました。この世界が見えてきました。この世がどういう世界なのか、どのように、暴虐に満ちているのか、どれほどサタンが働いているのか、そういうものが見えてきたのです。そして皆さんはその価値観が変わってきたのです。皆さんは以前は、肉的な価値観、この世的な価値観、未信者の価値観、サタンの嘘に縛られていました。皆さんは間違った考えに縛られていました。欲に縛られていました。悪い考えに縛られていました。さまざまな霊的な束縛があったんです。ストッキングさん、こんばんは。多くの人はそれが当たり前のように感じていて、縛られているということに気がつかなかったんですよ。皆さんはそのイエス様の光を受けて、イエス様の御言葉の光を受けて、皆さんはその自分が縛られていることが見えてきました。皆さんが第三アメン、皆さんが罠にかかっているということが分かってきました。カズンコさん、アメン。私もですね、以前はお酒を飲んでタバコを吸ってました。お酒飲んでどこが悪いのか、タバコを飲んでどこが悪いのか、まあ、そのように、その自分の、その好きなことを、ね、誰が文句言うのかと居直ってですね、自分の好きなことをしていたわけです。しかし、私たちはイエス様の教えを受けて、ああ、お酒もタバコも結局は自己中であって、人の迷惑、人がどうなると構わないような、そのような、自己中のことであって、お酒も結局自分のために飲み、タバコも自分のために吸って、そしてそれは自分を喜ばせるためだ、自分を満足させるためであって、人のことはどうでもいいという、まさに、副流煙で人が癌になろうと知ったこっちゃないという、とんでもない、無責任な行動だということが見えてきました。世の中が最近ですね、禁煙ムードでですね、タバコを吸う人はタバコを吸う場所がなくなってきたということですが、私は本当に嬉しいですよ。だってこの世でしょ、神様のいない世界がですね、そのように、タバコを吸わないように導いてきたというのは、リュウさん、こんばんは。この世もその良い方向に向かってるんだと。この世には信仰がないけれども、この世には信仰がないけれども、その善を求めるという力が働いている。それはもちろん神様のおかげです。神様はこの悪の世界、悪魔が支配している世界にも働いて、この世界が良い世界になるように導いておられるんだと信じます。
そして、クリスチャンが祈ることによって、クリスチャンが伝道することによって、クリスチャンが増えることによって、ますます神様は働いてくださる。クリスチャンの祈りを聞いてくださって、この世を良くしてくださる。皆さん、皆さんの祈りは世の中を良くしているのです。皆さんの信仰は日本を祝福しているのです。第3油注ぎ感謝です。皆さんはですね、その皆さんの信仰がどれほど、力強いものなのか、皆さんの信仰がどれほど悪魔をこうね、ジョナサンに言うとプッシュみたいなね、ジョナサン言ってましたね、こうプッシュっていうね、皆さんの信仰が悪魔をプッシュしてるんですね。もう相撲じゃないけどプッシュしてるんですね。で、皆さんの信仰がですね、悪魔をこう押しのけているわけです。そして皆さんが、強く信じれば、強く祈れば、それだけ悪魔がですね、その押しやられるんです。皆さん、皆さんがですね、この私たちは弱いし、私たちの力ではない。しかしイエス様の力です。十字架の力です。その十字架の力はイエス様が、その悪魔に勝利をした。イエス様が一人で戦って悪魔に勝利をした。十字架はその勝利のシンボルなんですね。人間的に見ると十字架は敗北、死刑になって敗北のように見えますが、十字架は死刑でですね、いつもさっちもいかない、殺されるという敗北のように見えますが、そこに神の知恵があります。神の知恵はこの肉の目で見て敗北である十字架が、実は神様の勝利なんだ。悪魔に打ち勝つ勝利なんだ。なぜ十字架が勝利なんですか？イエス様は罪を犯さなかったということです。なぜ十字架が勝利なんですか？イエス様が信仰を全うしたからです。なぜ勝利なんですか？イエス様がその全ての人のために死ぬという神の愛を、の行いだからです。なぜ十字架が勝利なんですか？それは神の 義が表されている。神は正しい方だ、神は清い方だということを表している、最高の神の栄光なのです。イエス・キリストは父の栄光を十字架で表しているのです。十字架を見上げるときに私たちは救われるのです。ものすごい開放感が来ています。ハレルヤ、アメン、アメン。十字架を見上げたときに癒されます。十字架を見上げたときに救われます。十字架を見るときに私たちは神を見るのです。十字架のイエス様を見るときに神を見るのです。十字架を見るときに私たちは神の栄光を見るのです。神の救いに預かるのです。私たちのために死んでくださったイエス様、私たちを愛しているがゆえに、私たちの代わりに死んでくださったイエス様、そのイエス様が十字架にかかられたのです。私たちは十字架を見て感謝します。十字架を見てイエス様を信じます。十字架を見て神を見るのです。皆さん、十字架を信仰で見てください。感謝してください。私たちのためです。そしてその十字架の力が私たちを解放し、自由にし、あらゆる縄目を断ち切り、あらゆる罠から解放してくれるのです。暗闇から救ってくださるのです。恐れから救ってくださるのです。私たちの苦しみから救ってくださるのです。皆さん、十字架は私たちの救いです。十字架は私たちを解放します、自由にします。皆さん、喜びましょう、喜びましょう。私たちは十字架によって救われたのです。そして私たちは十字架を、述べ伝えます。私たちを救ってくださったイエス様を述べ伝えます。私たちを救ってくださった福音を述べ伝えます。私たちは真理を知ったのです。救いを知ったのです。神を知ったのです。私たちは自分の問題の
理由が分かったのです。私たちはなぜ苦しんできたか、その理由が分かったのです。私たちは私たちを、縛っていた悪魔の力が分かったのです。ぜひ皆さん、皆さんが縛られてきたんだ、藁にかかってきたんだという、そのことをしっかり理解して、そして解放されてください。解放されてください。そして兄弟姉妹も私も含めて、もっともっと、私たちは解放されなければならないのです。クリスチャンももっと解放されなければならないのです。クリスチャンももっと自由にならなければならないのです。イエス様のためにもっと自由になりたいのです。もっと私たちは真理を知って、聖霊様によって油注ぎを受けて、聖霊様によってもっともっと自由になるのです。私たちは、まだ縛られているのです。まだ束縛されているのです。まだ罠にかかっているのです。もっともっと、自由になりましょう。もっともっと解放されましょう。もっともっと油注ぎを受けましょう。もっともっと御言葉を学びましょう。イエス様の御言葉が私たちの縄目を切ってくれます。イエス様の御言葉が私たちの罠を断ち切ってくれます。私たちは本来自由に生きるべきです。わしのように空を、この空をこうわしが飛ぶように、私たちは神様が作られたこの世界の中で、私たちは自由に生きることができるのです。多くの人は、空を飛ぶことができないのです。多くの人は体を動かすことができないのです。多くの人は立ち上がることができないのです。多くの人は喋ることもできないのです。見ることもできないのです。聞くこともできないのです。私たちはイエス様によって、立ち上がることができる、見ることができる、聞くことができる、喋ることができる、飛ぶことができる、自由になるのです。聖霊によって私たちは自由になるのです。もっと自由になるのです。油注ぎを受けてもっと自由になるのです。求める人はもっと受けるのです。願う人はもっと受けるのです。イエス様がそのためにこの地上に来てくださって、私たちを救うために来てくださって、救うために十字架にかかって死んでくださったのです。ですから兄弟姉妹の皆さん、喜びましょう、喜びましょう。もっともっと自由になるのです。もっともっと喜ぶのです。そしてこれから、イエス様は日本に特別な計画があって、日本を、解放するために、日本を救うために、来ようとされているのです。私たちは先駆けとして救われていますが、これからたくさんの方が、イエス様によって救われます。イエス様によって救われます。驚くべきことが起きます。この世の闇が消えていきます。この世の、その、悪霊どもが逃げていきます。この世のこの、あらゆる虫けらが、悪霊という虫けらが逃げていくのです。この皆さん、こう大きな石をですね、こうひっくり返すとですね、中に虫がたくさんいてですね、でその虫が逃げていくような、そういう感じです。今まで、悪霊がうじょうじょしていたこの暗闇の日本にイエス様の光が差し込むと、悪霊どもが逃げていきます。虫けらが逃げていきます。皆さん、この日本が、清められるのです。悪霊の巣窟であった日本が、この神の国となっていくのです。そういうわけで、私たちはまず、皆さん一人一人が救われる必要があるのです。私たちは私たちの中をイエス様の光で照らす必要があるのです。私たちの心に、虫が住んでいるのです。私たちの心の中に油虫がいるのです。私たちの心の中にその、
汚れた虫どもがいるのです。私たちはそのイエス様の御言葉によって私たちの心から、害虫が逃げていくのです。私たちの心が清められるのです。皆さんが御言葉を聞いて、まず心が、清められるのです。悪霊どもが逃げていくのです。御言葉を皆さんは聞いているのです。信仰で聞いているのです。そして皆さんの心から、その虫が逃げていくのです。そして解放されるのです。自由になるのです。その、皆さんのその束縛が断ち切られていくのです。皆さん、私は体験しています。そして証しタイムの時に多くの人の証しを聞きます。世界中では、世界ではたくさんの人が解放されているのに、日本の時はまだだったんです。しかし今これからは日本の時なのです。これからは日本の季節なのです。これから日本が救われる時なのです。日本人が救われる時が来るのです。ですから先に救われている私たちが大胆に伝道しましょう。大胆にこの、述べ伝えましょう。アメン、アメン。Jさんからコメントが来て、牧師さん、私も禁煙することができましたよ。今も継続しています。完全に断煙できた証だと思います。神様のおかげです。アメン。Jさんもタバコという束縛から解放されました。私も35年前ぐらいにタバコの束縛から解放されました。お酒の束縛から解放されました。お金の束縛から解放されました。不貧困の束縛から解放されました。私もいろんな、罠から解放されました。いろいろな、束縛から解放されました。皆さんも、解放されたと思います。皆さんもいろんな束縛、いろいろな罠にかかっていると思います。多くの人はがんじがらめです。がんじがらめです。そして一番の罠はイエス様を見ることができない、聞くことができない、イエス様に近づくことができない、イエス様を知ることができない罠ではないでしょうか。私の家の神棚を片付け、仏壇を片付けた時に、その同じ週に私の父は救われたのです。つまり仏壇とか神棚が父の救いを妨げていたのです。父の救いをですね、妨害していたんですね。偶像礼拝がいかに忌まわしいか、それは偶像が、または偶像崇拝が人の救いを妨げているということになります。その偶像崇拝が忌まわしい、偶像崇拝というのは何かに、捉えるというか、束縛させるというか、偶像に、その心を持っていかれるということです。本来は、イエス様に目を向け、十字架に目を向け、イエス様を知るように、またイエス様の御言葉を聞くようになるべきです。そのことによって救われていくわけです。信仰は聞くことから始まる。聞くことはイエス様のに関する言葉だと書いてあります。イエス様のことを聞くことによって信仰が始まるんですが、しかしその偏見があって、そのキリスト教はどうのこうの、イエスキリストはどうのこうの、神なんかいない、またさまざまな間違った考え、間違った妨害、多くの人はサタンの与えた妨害によってイエス様を知り損なって、聞き損なって、イエス様をその知ることができないようにされています。それが、罠であり、それが束縛なのです。日本にクリスチャンが少ないのはまさに、そういうことではないでしょうか。今日織田信長についてちょっと聞いたんですが、織田信長は
キリスト教に寛容でした。まあ、彼自身が信仰を持ってはいなかったかもしれません。まあ、持ったという意見もちょっとあるんですが、彼はその、千利休とも関係があったんでしょうか。はい、菊池さんこんばんは。そして彼は、そのキリスト教に寛容であったということがあって、しかし、その織田信長は明智光秀に殺されます。悪魔はそのなぜ織田信長を明智光秀によって殺させたか、それはやはり日本がキリスト教の国になっては困るということで、悪魔は明智光秀を通して織田信長を殺しました。織田信長が死んで豊臣秀吉の天下になりましたが、その豊臣秀吉は、キリシタン禁令を発布してクリスチャンを迫害するようになりました。また徳川家康も、豊臣秀吉を任した後天下を取りましたが、その豊臣、徳川家康も徳川家康もそのキリシタン禁令を習得しました。悪魔は豊臣秀吉、徳川家康を通してキリシタン迫害をしました。何万何十万というクリスチャンが踏み絵を踏まずに殺されました。日本の歴史はまさに、イエス様を拒んだ歴史、イエス様をその信じる者を殺し、キリシタンを殺し、多くの人がその伝道されないようにした。またその教会を作らせなかった、バテレン宣教師ですね、バテレンを入れなかった、その鎖国ということを通して、イエス様の福音を述べ伝えないようにしました。そしてその江戸時代だけではなく、明治時代、大正、昭和、平成に至っても、信教の自由があったとしても、この日本という国は、そのキリスト教を拒んでいる国なんですね。イエス様を拒んでいる国で、福音を聞くことを妨げているのです。多くの人はイエス・キリストという名前は知っているでしょう。クリスマスということも知っているでしょう。しかしイエス・キリストの福音を知らないのです。多くの日本人はイエス様の福音を知らないのです。十字架を知らないのです。イエス様の御言葉を知らないのです。ミッションスクールに行く日本人はたくさんいたとしても、多くのミッションスクールの卒業生は信仰を持たないのです。なぜだか分かりますか？ミッションスクールで聖書の知識は教えたとしても、イエス様の福音を教えないのです。イエス様の十字架を教えないのです。イエス様の御言葉を教えないのです。ミッションスクールでは信仰を持つようには、していないのです。なんと、残念なことでしょうか。なんと悲劇でしょうか。クリスチャンスクール、ミッションスクールはたくさんあるにもかかわらず、多くの子供たちは福音を聞かないのです。十字架を聞かないのです。これもサタンの罠です。多くの宣教師が努力し、多くの牧師が努力し、日本にたくさんの種をまいて、たくさんの御言葉をまいて伝道して、しかしサタンの妨げによって、サタンのその嘘によって、多くの日本人は御言葉を聞く機会が少なく、聖書は知っていても聖書を読んだことがない人がたくさんいるのです。多くの日本人は聖書を持っていないし、また聖書を読んだこともない方がほとんどなんです。ですから皆さん、日本はまだ伝道されていないのです。日本はまだ福音が語られていないのです。ですけれど、この2013年、日本の季節が、入る季節、これから日本に福音が語られる時なのです。これから十字架が語られる時なのです。
これからイエス様の御言葉が語られる時なのです。イエス様の光が、命を捨てても福音を語ります。第3アメン。命を捨てても福音を語ります。皆さん、何が大事なんですか。お金ですか、救いですか、自分のことが大事ですか、人の救いが大事ですか、何が大事ですか、自分のことが大事ですか、それとも人が救われることですか。皆さん、大事なことを大事だと理解しましょう。何が大事ですか。人々が地獄行くのに ほっとけるのですか。人々がサタンに苦しめられていることを ほっとけるのですか。皆さん、私たちは自分が救われたんですから、自分が救われたならば、今度はまだ救われてない人が救われて ほしいと思うのは当たり前ではないでしょうか。油注ぎを受けると、人が救われたくなります。今日はジョナサン・デイビッドさんのちょっと本を読んでたんですが、この本の中にですね、リバイバルが起きるとですね、伝道したくなるという言葉がありますね。ちょっと読んでみましょうか。リバイバルが起きると伝道したくなる。リバイバルが起きるとですね、油注ぎを受けると伝道したくなる。伝道のパッションを受けるですね。ここにありますね。こうですね。リバイバルの実は見えるかな。リバイバルの日は、人々の上に失われた魂や未伝道の旅に対する情熱を与えます。しばしばその結果、力強い伝道へと導かれます。人々は新しくされた熱心さを持って立ち上がり、地獄の門を攻撃し、サタンの支配から束縛されている男女を救い出すのです、ね。リバイバルが起きると、その情熱、伝道の情熱が与えられるんですね。そしてここのところが今日のポイントとちょっと近いかな。そのものは神の力によって罪や自分を縛っていた事柄を取り除くことができるようになります。そして神に対しては完全な献身をする方向に導かれていき、互いの人間関係においては和解の方向に導かれます。しばしば軽い罪でさえも深い悔い改めが生じます。アメン、アメン。自分を縛っている事柄を取り除くことができる。神の力によって自分を縛っているものが取り除けられるのです。皆さん、ですから私たちは油注ぎを受けているのです。油注ぎを受けているのです。神の力を受けているのです。その神の力によって私たちを縛っているものが断ち切られているのです。私たちのその縄目が、チェーンがですね、チェーンが断ち切られているのです。イエス様によって自由になったのです。聖霊様によって自由になって、罠から解放されているのです。皆さん、縛られていたら苦しいと思いませんか。縛られていたら、その不自由で困ると思いませんか。多くの人はその縛られてて不自由なのです。正しいことができないのです。したくないことをされてるんですね。いろいろな嘘に騙されているのです。お金がなければダメだとか、この世的な、その資格がなきゃダメだとか、そのいろいろなですね、この世的なものが必要だと、
この騙されているのです。証が一つ来ました。キューちゃんこんばんは。キューちゃんが以前からゲームは良くないと言った理由がよくわかる出来事があったのです。実は今艦隊コレクションというブラウザーゲームが若い人を中心に人気が出ています。このゲームは昔の日本軍が侵略に使っていた軍艦を搭乗させ戦わせるというアジアへの配慮に欠けた内容となっております。 軍艦を擬人化させ偶像崇拝に似た行為もしています。このゲームをプレイして捏造された知識を若者に信じさせ日本を右傾化志向に傾けようとするサタンの策略ではないでしょうか。自分は昔ゲームが好きでプレイしていましたが信仰を持ってから無意味な時間を過ごさせるための罠だと気づきました。ゲームで1時間を消費するよりも祈りや聖書やQちゃんの放送を聞くことが人生にとって有効な時間の使い方だと理解しゲームをやめることができました。これからは失った時間を取り戻すために布教を兄弟姉妹と共に頑張ります。アメンアメン。ゲームも罠なんです。音楽も罠なんです。ネットも罠なんです。映画も罠なんです。ありとあらゆるものが罠になります。もちろん信仰的なものは OK です。信仰的なものは OK ですが多くのものは信仰的なものではないです。そういうものが罠になるのです。皆さん、この世は罠だらけなんですね。罠だらけです。その罠が、この方は、そのゲームが罠だということが分かって今そのゲームで、無駄な時間を使わないで、もっと意味のあること、信仰的なこと、そしてまさにその人々を救うための時間、救うためのその伝道に、エネルギーや時間を使うことに、考えている方です。そういうわけで、そしてこのゲームは、その、偶像崇拝をさせるような間違った考え方、右傾化思考に傾けようとするサタンの策略なのです。皆さん、今サタンが働いています。今日本は右傾化しています。これは誰かの策略かもしれませんが結局はサタンの策略です。サタンが人々に、福音を聞かないように御言葉を聞かないようにイエス様から遠ざけています。イエス様を見ることがないように十字架を見ることがないように伝道されないようにあらゆる形で妨げているのです。しかし闇は光に打ち勝ちません。クリスチャンが世の光です。クリスチャンが光ることによって、そのサタンの闇を打ち消すことができます。ですから私は、ここで伝道しているのはまさに世の光として、イエス様の御言葉を述べ伝えています。ニコ生で光っている、霊的に光っているのです。霊的に光っているのです。御言葉を語ることによって霊的に光って、来る方々に御言葉が語られるのです。そしてそこで、闇が消えていくのです。皆さん、リスナーの方々、皆さんの闇が御言葉によって消えていくのです。御言葉によって消えていくのです。ヨハネ8章の31、そこでイエスは信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にします。私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子です。この真理というのは英語の場合 The Truth なのでこれは御言葉のことを、御霊のことを言う、聖霊のことを言うかもしれません。つまり御言葉にとどまることによって、聖霊を知ってその聖霊によって、自由になるということです。
私たちは御言葉にとどまります。御言葉を聞きます。その御言葉を聞いて油注ぎを受けます。真理を知ります。真理の御霊を受けます。その真理の御霊によって自由になるのです。御言葉を聞いて油注ぎを受けて自由になるのです。御言葉を聞いて油注ぎを受けて自由になるのです。解放されるのです。皆さん、この解放が、この解放が多くの人に必要なのです。日本に必要なのです。世界に必要なのです。まず私たちが、解放される必要があります。私たちが自由になる必要があるのです。アメン、アメン。皆さんは毎晩、聞きに来てくれています。毎晩御言葉を聞いています。皆さんが御言葉を聞けば聞くほど油注ぎを受けるのです。そしてその油注ぎによって皆さんは自由になっているのです。解放されているのです。心が明るくなっているのです。サタンの罠が、断ち切られて闇が消えていくのです。もっともっと輝くのです。もっともっと輝くのです。油注ぎによってもっともっと輝くのです。皆さんは太陽のように輝くのです。太陽のように輝くのです。この闇の世界で、闇の世界で皆さんは霊的な光を放つのです。皆さんの自由によって、皆さんの信仰によって、皆さんの祈りによって皆さんは輝くのです。皆さんの、皆さんの自由が、皆さんの解放が、皆さんの愛が、この世の光となって輝くのです。多くの人は輝いていませんが、皆さんは輝くのです。輝くのです。はい、はい、アメン。それではですね、明かしタイム行きましょう。明かしタイムですね、私も自由になった、私も束縛が解放された、こういう、罠から解放された、こういうものから解放された、解放証、自由になった証、罠から自由になった証スタート、罠から自由になった証スタート。競馬から解放された、会社から解放された、タバコ、お酒から解放された、ギャンブルから解放された、聴力が上がった、日本政府の洗脳から解放された、壁ドンから解放された、麻雀から解放された、遊戯王から解放された、社会から解放された、艦隊コレクションから解放された、性的に解放された太郎さん、ストーカーから解放された、メンヘラから解放された、労働から解放された、アベノミクスの幻想から解放された、ネトウヨから解放された、アイドルマスターから解放された、お金の悪霊から解放された、病気が良くなってきた、同性愛から解放された、72から解放された、伯爵から解放された、シルバーファミリーから解放された、社畜から解放された、うなちゃんマンから解放された、偶像から解放された、恋愛から解放された、同性愛から解放された、 FC2 から解放された、自己嫌悪から解放された、劣等感から解放された、ニコ中から解放された、罪から解放された、
幸福の科学から解放された、暗黒放送から解放された、便秘から解放された、罪から解放された、悩むことから解放された、DT という差別から解放された、受験勉強を解放された、悪コメから解放された、虚しさから解放された、悪魔から解放された、仏教から解放された、歯茎コンプレックスから解放された、恨みや妬みから解放された、DV から解放された、少年点から解放された、2と20年から解放された、この世の嘘から解放された、君が世の強制から解放された、この世の束縛から解放された、ゲームセンターから解放された、解放から解放された、偶像から解放された、重労働から解放された、物欲やお金から解放された、天皇制の洗脳から解放された、寝とげから解放された、勉強から解放された、金牌から解放された、苦しみから解放された、背筋主義から解放された、AKB から解放された、 TV テレビから解放された、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、アメンアメンアメン。解放されれば解放されるほど自由になります。解放されれば解放されるほど快適になります。ニコの間から神の軍隊が起こります。アメン。皆さん、さらに自由になりましょう、さらに自由になりましょう。私ももっと自由になります、私ももっと自由になります。御言葉によって自由になります、油注ぎによって自由になります。リュウさん、もっと解放されたいです。もっと自由になりましょう。自分の力ではできません、肉の力ではできません、この世の力ではできません。お金の力では自由にならないのです。イエス様の力です。十字架の力です。神の力で初めて自由になるのです。毎晩御言葉で養われ感謝です。アメン。皆さん、私たちは、イエス様を知ったのです。そしてもっともっとイエス様に近づくのです。もっともっとイエス様を見るのです。もっともっとイエス様に、心を向けるのです。サタンはイエス様のことを見ないように、近づかないように、聞かないようにしたいのです。十字架からのメッセージを大切にして、もっと聖書のことを勉強します。イエス様からあらゆる、鎖から解放してくださいます。皆さん、いいですか。悪魔はですね、皆さんをこうイエス様からこう退けるんです、ね、イエス様から退けるのです、悪魔はですね、こうイエス様を見ないように、イエス様の御言葉を聞かないように邪魔するのです。それがサタンの手口なんです。そして日本はそのようにされてきたのです。日本は悪魔によって騙されて、日本はイエス様の福音を聞かないようにされてきたのです。イエス様を見ないようにされてきたのです。でもこれからは日本の季節です、日本の季節です。これからは、イエス様を、その多くの人がイエス様を見るように、多くの人がイエス様の御言葉を聞く時代になったのです。今、サタンの妨害が
取り除けられようとしています。多くの人は、そのイエス様の福音を聞ける機会があるのです。このネットというのはまさに神様からのプレゼントでもあるのです。ネットでも悪いことが悪いことに用いられてしまいますが、しかしこのネットを通して福音が語られ、イエス様の御言葉が語られるのです。神様の恵みです。神様がその福音を伝えるために、御言葉を伝えるためにネットを与えてくれたのです。このネットを通して伝道することができるのです。ネットを通して御言葉を語ることができるのです。皆さんはそのネットを通して今御言葉を聞いているのです。御言葉を聞いているのです。そして御言葉によって油注ぎを受け、そしてその油注ぎによって皆さんは自由になっているのです。皆さんの今までのさまざまな間違った思いが、消えていくのです。皆さんの束縛が断ち切られているのです。皆さんはもっともっと自由になっているのです。もっともっと自由になっているのです。皆さん、喜びましょう、喜びましょう。もっと自由になります。そしてリバイバルが来たらば、どれほど日本は自由になるのでしょうか。どれほど変えられるのでしょうか。どれほど多くの人は救われるのでしょうか。皆さん、それは神の御心です。神のご計画です。ですからそのことを信じて喜ぼうではないでしょうか。信じて喜んで、まず先に救われた私たちが大胆に大胆に伝道しようではないでしょうか。私の人生も以前は縛られていました。お金に縛られて、お酒に縛られて、そして欲に縛られ、不貧困に縛られ、野心に縛られていました。私は自己嫌悪にも縛られていました。しかし私はそういうものから解放されたのです。どこでもイエス様を礼拝する日が来ます。皆さんも証タイムのその証で言われた、それらから解放されたのです。間違った考えから解放されたのです。憎しみや恨みから解放されたのです。コンプレックスから解放されたのです。その差別をする心から解放されたのです。人を許さない心から解放されたのです。自己中という考え方から解放されたのです。人を愛したくないという、人に無関心ということから解放されたのです。傲慢という心から解放されたのです。イエス様には不思議な力があります。皆さんは、孤独とか、孤独とか虚しさという思いから解放されたのです。皆さんは絶望という思いから解放されたのです。イエス様の御言葉が皆さんを自由にしています。自由にしています。皆さんはもっともっと自由になります。もっともっと自由になります。人間関係において自由になります。対人関係において自由になります。皆さんは勇気を持っていろんな正しいことができるようになります。皆さんは人を許すことができるようになります。人を励ますことができるようになります。皆さんは人を愛する、人を愛することができるようになってくるのです。サタンはそれを邪魔してきました。サタンは邪魔してきました。人々が自由になるのを邪魔して、サタンは地獄の道連れに、多くの人を道連れにしたいのです。サタンは地獄に行くことが定められています。そのサタンと悪霊どもは人間を道連れにして地獄に引き込みたいのです。多くの人はサタンの言うことを聞いて、地獄行きにさせられているのです。私たちはその、地獄行きから解放されたのです。滅びから解放されたのです。サタンと共に歩む生き方から解放されて、今私たちはイエス様と共に歩んでいます。永遠の命に向かって歩んでいます。天国に向かって歩んでいるのです。兄弟姉妹の皆さん喜びましょう。リスナーの皆さん喜びましょう。イエス様に向かってハレルヤと、ハレルヤと叫ぶのです。イエス様に向かってアメンと叫ぶのです。
私たちは救われたもの、勝利を受けたもの、十字架の勝利を受けたものです。私たちは滅ぶものではなく、滅びないもの、死ぬものではなく生きるもの、永遠の御国を受け継ぐものとして、神の子になったものとして喜ぶことができるのです。ネガティブがなくなっていくのです。サタンのネガティブという罠から解放されて、もう悩まなくていいのです。心配しなくていいのです。お金のことで心配することはないのです。生活のことで心配することがないのです。神様が助けてくれるのです。神様が守ってくれるのです。それを体験してください。体験してください。神様が与えてくれる、神様が守ってくれる、神様が心配してくれることを体験してください。神様は生きているのです。皆さんのそばにおられるのです。イエスキリストを信じる者に神様が共におられて、あらゆる心配をしてくれるのです。世話をしてくれるのです。何も心配しなくていいのです。私たちは神様によって祝福されているのですから、ぜひ皆さん神の力を体験しましょう。神様の働きを受けましょう。そのためには信仰が必要です。信じることです。御言葉を信じることです。イエス様の言葉を信じることです。御言葉によって歩むことです。御言葉を信じるときに神様が働くのです。信仰によって神様が働くのです。神様の働かない人生は死の世界です。神様が働く世界は命の世界です。神がおられるならば何も心配することはないのです。信仰によって歩みましょう。サタンの罠から解放されましょう。ネガティブに考えてはいけません。恐れてはいけません。神様の御言葉に従って歩むのです。強くあれ、大きくあれ、強くあれ、大きくあれ、心配してはいけない、恐れてはいけない、おののいてはいけない、強くあれ、大きくあれ、私が共にいる、私は共にいる。皆さん、イエス様が共にいます。私たちは強く生きることができるのです。大きく、大きくっていうのはね、こう堂々とという感じでしょうか。堂々と生きていいのです。恐れなくていいのです。心配しなくていいのです。サタンに私たちを打ち勝つものです。サタンを追い出すことができます、サタンは私たちに、悪くできないのです。イエス様が、私たちの味方です。私たちは悔い改めてイエス様を信じました。イエス様が一緒にいるのです。大船に乗った気持ちになってください。恐れのない人生になってください。心配のない人生になってください。大きな心になってください。寛容になってください。人々に優しくできます。人々を愛することができます。隣人を自分のように愛してください。私たちは以前は人を愛せませんでしたけれども、今変えられたのです。イエス様によって変えられて、人を愛することができるようになったのです。そしてその、良い行いで生きることができるようになったのです。皆さんが信仰によって励んでほしいのです。皆さんは本当に、忠実に、聞いてくださいます。熱心に聞いてくださいます。皆さんが成長していることを本当に感謝します。もっともっと成長しましょう。もっともっと成長しましょう。皆さんは救われたのですから、神の子になったんですから、もっともっと成長しましょう。はい、それでは招きをしましょう。束縛されているということが分かった人、もっともっと自由になりたい人、サタンの罠から解放されて、苦しみから悲しみから解放されたい人、自由になりたい人、自由になりたい人、神様、イエス様によって自由になりたい人、解放されたい人、あらゆる問題から解放されたい人、
自由になりたい人、もっともっと自由になりたい人、奴隷のような生き方ではなくて自由人として歩みたい方、アメンと言ってください。アメン。自由になりたい、自由になりたい。自分の力ではできません。イエス様によって自由になるのです。罪から自由になるのです。悪魔から自由になりたいの、なるのです。皆さん、その分かっただったかな、分かったって分かりますか。分かったっていうのはバカなことをしてツイッターにこう報告するという分かったはその面白おかしく自由にやりますけど、あれは本当の自由じゃないですね。バカッターは本当にとんでもない結果になります。あれは自由じゃないのです。本当の自由は、逆なんですね。そういう欲望から自由になる、罪から自由になる、バカげたことからバカげたことをしないような自由になる、それが本当の自由ですね。皆さん、多くの人はバカッターのような生き方をしています。それは本当の自由ではないのです。羽目を外すことが自由じゃないのです。本当の自由は悪魔から自由になることです。罪から自由になることです。そして、御言葉をツイートしてますか。素晴らしいです。御言葉をツイートしましょう。信仰コメントをツイートしましょう。皆さん、ツイッターやってますか。これから御言葉ツイート、信仰コメツイートをしましょうね。私たちはこのネットを利用して世界を変えることができるのです。ネットを通して人々にその御言葉を伝えることができるのです。ぜひ皆さん、一緒に伝道しましょう。一緒に伝道しましょう。天のお父様、感謝します。イエス様がこの地上に来たのは私たちを救うためです。悪魔から救うためです。罠から救うためです。呪いから救うためです。間違った考えから救うためです。御言葉を聞きました。御言葉を聞きました。最初はよく分かりませんでしたけど、御言葉を聞けば聞くほど自由になりました。御言葉を聞けば聞くほど解放されました。イエス様、ありがとうございます。今多くの人がアメンと言いました。彼らを解放してください。彼らを解放してください。彼らを自由にしてください。間違った考えを断ち切ってください。呪いを断ち切ってください。苦しみを断ち切ってください。サタンの嘘を断ち切ってください。お金の束縛を断ち切ってください。欲望の束縛を断ち切ってください。性欲の束縛を断ち切ってください。恨みつらみの束縛を断ち切ってください。恐れ不安の束縛を断ち切ってください。イエス様、断ち切ってください。リスナーの束縛を断ち切ってください。日本の罪を断ち切ってください。日本の呪いを断ち切ってください。イエス様、日本を解放してください。日本人を自由にしてください。イエス様、断ち切ってください。感謝します。感謝します。自由になったと信じます。解放されたと信じます。もっとです、もっとです、もっとです。あらゆる問題から解放してください。リスナーの方々を解放してください。もっとです、もっとです、もっとです。もっと自由にしてください。もっと自由にしてください。もっと自由にしてください。病気から自由にしてください。ネガティブから自由にしてください。信じます。感謝します。感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン。皆さん、大きな声でアーメン、アーメン、アーメン。自由になりましたよ。自由になったと信じましょう。もっともっと自由になります。明日は日曜日です。朝10時半から礼拝ライブがあります。皆さん、一緒に礼拝出ましょう。一緒に礼拝を出てもっと解放されましょう。もっと癒されましょう。イエス様を思いっきり礼拝し、思いっきり礼拝し、もっと自由になりましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。シャローン。シャローン。アメン。アメン。